つくば大学附属小学校は、東京都文京区大塚三丁目にある国立小学校、つくば大学の附属校、男女教学、通称は、畜地区小、附属小。1872年の学生発布を受けて、1873年1月15日に、東京市販学校の附属小学校として、江戸幕府直轄の昌平坂学問所跡に、 設立された国の制度に基づく日本初の小学校で、管理私立小学校の中において、創立年が一番古い小学校である。現在の募集人数は毎年128人で、毎年の志願者数が募集人数の30倍ほどに上り、国内最多の志願者が集まる小学校である。このため入学試験では、筆記、実技試験の前に、 抽選機を用いた一次検定抽選が行われ、約4500名の応募者のうち男女1000名ずつ、程度が二次検定試験を受けられる。筆記、実技試験の二次検定合格者男女各100名で、さらに三次検定の第二次抽選を経て、最終的に男女各64名が、最終検定合格者となる。当校は4クラス編成であるが、クラスの呼び方が、 一般の学校とは異なっている。一般の学校では通常クラスを年組と称するが、登校では無年と称する。このため、一般の学校の1年4組を登校では、4部1年と称し、1年から6年までの部ごとの縦割りの活動が存在する。また、部ごとにクラスカラーがあり、1部から4部までがそれぞれ木、緑、紫、赤となっている。 運動棒やリュックサックの紐、縄跳び、バンダナなど、クラスごとに、これらがイメージカラーとなっている。古くから、教科担任制をとっていることや、各教科で教育研究が行われてきたことから、いわゆる、職員室は存在せず、各教科ごとに、過準備室が独立して、校内随所に散在する。また、学級担任は、学年が上がるとともにそのまま持ち上がり、 一学年4クラス128名を6年間、4人の担任団がチームとなって受け持ち、子供たちの成長、発達を長い目で見守る。昭和50年代までは6年間クラス会がなかったが、それ以降、3年から4年に上がる時の1回のみ、クラス替えを行うようになり、現在に至る。また、クラス改善後で同じ部になることはない。このため、 前述の通り各クラスの担任は6年間変わらないことからクラス改善後で担任も同じになることはない。体育館と土のグラウンドが広大な敷地内にそれぞれ2つずつある。毎朝登校すると、まず制服から体操着に着替え、授業前の朝の活動と呼ばれる時間にクラス単位でドッジボールや縄跳びをしたり併設されている占い主演を走ったりする。 また、占い主験は、自然観察など、理科教育の場としても利用される。筑波大学附属中学校へは、内部進学入試を経て、卒業生の上位8割程度が進学できる。入学に際して、運動能力を見る二次検定試験があるため、運動神経が優れた児童が、比較的、多く、ハイレベルな体育の授業が行われている。校内では、教育発表会や、 テレビや新聞、出版の取材の時は制服で授業を受けるが、普段は登校後運動着に着替える。他校に比べ薄着で、真冬は長袖のセーターを着用しても良いが、大半は半袖短パンで過ごす。通学範囲は東京特部と西東京市、埼玉県和光市である。大部分は片道1時間かけて通学し、 中には1時間半や2時間近くかけて通う児童もいる。登校時間が早いため、朝、家を出る時間がとても早く、中には6時前に出る児童もいる。日本の初等教育のパイオニアであり、全国や海外から年1万人以上が訪れる、教師の教育拠点校である。次世代を支える子どもたちの育成を目指し、研究テーマを設け、授業研究を伴いながら、 理論と実践の研究を行っている。1888年11月に53の霧の交渉が制定された。その当争は、明治天皇の行行の際、皇室の御紋章である57の当争を交渉に用いるよう御座汰をいただいたことによる。しかし57の霧では不敬にわたることがあって、鳩の理由で53の霧となった。佐々木の仏が作詞、真事。 清志作曲である、ありがとうございます。